前半から本当に僕らがアグレッシブに守備も攻撃もできた試合だったんですけど、まあ、やっぱ硬い守備を崩すのは本当に大変やったというか、まあ、その中で決定機が何回かあったんで、それを決めきれなかったのが今日引き分けになった原因かなと思います。いや、まあ小野瀬康介があそこで持ったらカットインからのシュートが得意なんで、まあ、シュートは打ってキーパーが弾くかなと思って詰めたら本当にいいところにゴールできたんで、ボール蹴り込むだけでした。いや、 やっぱこの能力が高い選手が入ってくるんで、相手にしたらめちゃめちゃ嫌な選手が加わってくれたので、本当に頼もしく思いますし、まあ、それによって選手チームの競争が激しくなるので、まあ、チームとして本当に強くなっていく、時期かなと思ってます。いや、本当に、まあ、正直しんどいというか、まあ、苦しいですけど、もうやっていくしかないんで、まあ、原因はいくつかあると思うんで、まあ、それをしっかり選手同士で話し合って、まあ、解決していけたらいいかなと思います。お疲れ様でした。お疲れ様です。今日の試合、非常に前半から頑張る大阪がやりたいサッカーっていうのがこうピッチの上で体現できてたんじゃないのかなという印象がありますけど、実際にプレーしてみてどうでした？そうですね、ホームで勝つっていうことをみんなで共通意識しながら入ったので、まあ、前半から自分たちのペースでサッカーをできてました。特に攻守の切り替えも非常に早く、ボールの回収っていう部分もこう相手にチャンスを与えない動きっていうのがかなり見られたと思うんですけど。そうですね、セカンドボール拾う回数が多かったので非常に楽に進められましたでしょう。あと小野選手も前半からこう惜しいシーン、こう得点にこう絡むという部分でも非常にこう意識的に前へ前へという意識あったんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、結果は残さないと変わっちゃうポジションですし、そういうチームにいるので、まあ、勝ち切りたかったですね。まあ、こうなかなかこういい形でこうゲームを締められないという、まあ、結果的に今3試合引き分けが続いてますけど、どうでしょうか、ここからもう一度また上に向かっていくために必要なことっていうのは。まあ、やってる方向性というか、まあ、間違ってないんで、まあ、あとはいかに相手より多く点取って勝つかっていう、まあ、次もホームですし、まあ、絶対勝ちたいです。複数得点あればいける。そうですね、まあ、まずゼロでもういけるようにもうしていきたいです。楽しみにしてます。はい、お疲れ様でした。